スペース XCRS-2 はスペース X のドラゴン無人宇宙補給機、SPX-2 とも呼ばれる。同社の打ち上げた4機目のドラゴンであり、ファルコン QV1.0 の第2弾の5回目であり、最後に飛行で NASA との商業軌道輸送サービス契約の運用を2号機であった。打ち上げは2013年5月1日に行われた。軌道到達までに、姿勢制御系 スラスターポットに関連する小さな技術的問題が起こったが回復させることに成功した。2013年3月26日10時56分にステーションから経流を解除され同日16時34分に太平洋上に着水した。ファルコン9の第一弾のテキサスからフロリダの発射場への出荷計画は CRS-1 の飛行中に起きた。 エンジン故障の原因究明が行われていたため、遅延した。2012年11月、CRS-2 ファルコン9が、ケープカナベラル空軍基地へ輸送されたことが報告され、到着後、2013年2月25日に、静止点火試験が行われた。ISS への費用圧貨物の輸送を可能にするドラゴンの費用圧貨物室は、この飛行で初めて利用された。 この貨物には、熱遮断サブシステム端を取って2機が積まれていた CRS- マイナスには打ち上げ時、全体重量が6 7 7ラムであり、輸送機自体の重量を除くと5 7 5ラムであった。クルーへの補給8 1ラム、化学実験関連用品が3 4 8ラム、ステーション用機材設備1 3 5ラムなどが積まれており、この中には、 ロックバンドサィーセカンズ2、マーズのアップインジュエアのコピー CD が含まれており、2013年3月18日の NASATV のステーションからの放送時に ISS でかけられた。2機の熱遮断サブシステム端を取っては合計 221kg であり、ISS へは外部貨物として費用圧区画で運ばれた。降下時、全体重量が 1370kg であり、 輸送機自体の重量を除くと 1210kg であった。クルー用品 95kg、科学実験関連用品 660kg、ステーション用機材設備 401kg、宇宙遊泳用品 38kg などが積まれていた。2013年3月1日のファルコン9の打ち上げ、第2弾の分離直後、2013年3月1日15時45分、 ドラゴンは推進系に関連した技術問題に行き当たった。ドラコロケットの4機のスラスターポットの点火時、3機のポットの液体燃料系である4酸化日その不十分な加圧が機体に検出され、飛行コンピューターによって機体は受動的停止モードとなった。このモードでドラゴンはそれ以上の軌道操作ができなかった。スラスター系が無効にされ、 ソーラーアレイ展開コードに到達していなかったためにソーラーアレイが展開されなかった。ドラゴンは第2弾との接触を避けるために適切なコード状況以外でアレイを開かないようにプログラムされている。このルールはドラゴンがファルコン9のブースターから正しく分離されなかった時のシナリオのためのものである。時間が進むにつれ、 カリフォルニアの放送の MCCX のスペース X ミッションコントロールのチームは作業し、問題の査定を開始したミッションの初期、進行状況はキレギレにソーシャルメディアなどを通して伝えられた。イーロン・マスクのツイッター更新により、ドラゴンスラスターポッドに、問題、システムは4機のうち3機を小規模化から妨げている。命令抑制無視について考えているということが明らかになった。 16時12分、イーロン・マスクは命令抑制虫が発行され、ドラゴンはオーストラリア地上極上空を通過しようとしていると報告した。最初のソーラーアレイ展開は最低2機のポットが稼働していた時まで行われた。スペース X のミッションコントロールは機体が能動的姿勢制御状態にないとはいえ、ソーラーアレイの温度からアレイの展開を続行することにした。 16時40分には、スラスターポット3のタンク圧力は良い方向に向かっている。ソーラーアレイ展開の準備をしている。とした。16時50分、ドラゴンはソーラーアレイの展開に成功した。国際宇宙ステーションへの経流のためには、ドラゴンの4機のうち3機のスラスターポットは動作の必要があった。修正後、スペース X は4機のスラスターポットの制御を、 取り戻し、ISS への工程を修正できるようになった。イーロン・マスクは、オールシステムグリーンとした。NASA の広報は当初計画していた3月2日の ISS と CRS-2 のランデブーは行わないと述べた。代わりに3月3日にランデブーを行うこととなった。ドラゴンは3月3日10時31分第34次長期滞在の指令であるケビン・エイホードと NASA の フライトエンジニアトーマス・マーシュバーンの操作するカナダアームに2に破棄され、13時56分にハーモニーモジュールの剪定ポートに係留された。陸に運ばれたドラゴン、2013年3月27日2013年3月6日、宇宙ステーションのカナダアーム2は、ドラゴンの貨物搭載部から HRSGFS を取り出した。これによって、 商業宇宙機から ISS への費用圧区画での輸送が初成功となった。地球への帰還はもともと3月25日に予定されていたが、太平洋の着水予定地点の近郊が悪天候のため3月26日に延期された。CRS-2 の宇宙での日程の追加は搭載されて帰還する予定の科学サンプルに影響を及ぼさなかった。 3月26日4時10分、ドラゴンは地上管制の指令によって、ハーモニーからカナダアーム2から渓流を解除された。6時56分にはカナダアーム2から解放され、第35次長期滞在のクルーは CRS-2 がゆっくり ISS を立つように指令した。ドラゴンは11時42分にエンジンを点火し、大気圏に突入し、12時34分に 太平洋に着水した。スペース X のエンジニア、技術者、ダイバーのチームは、機体と化学貨物をバハカリフォルニア沖で回収し、30時間かけてに岸へ運ばれた。将来の移動作業を可能にするため ISS のラジエーターに取り付けられるとて、ありがとうございます。